こんにちは。とこちらは先日購入してきたセリアさんの、刺し子用右鼻付近生地の正外波の模様です。今日はこの正外波、2色の色を使ってこの正外波を作っていきたいと思います。こちらを開けていきます。はい、こんなサイズ感です。こちらに正外波と書かれています。ではまずこの布をこんな風にですね、ミシンで縫って布の下準備をしていきたいと思います。このように布の下準備ができました。でまずは最初に外枠をぐるっと刺していきたいと思うんですけれども、セリアの刺し子付近は外枠とこの図案の間にですね、少し空白があるんですよね。ちょっと隙間があります。で、私結構この隙間があるのが気になってしまうので、だいたいこの隙間をなくすようにしているんですけれども、例えばこういう中の図案をですね、書き足してこの外枠まで伸ばすっていう方法もあるんですが、この中の図案がカーブを描いている図案になるので、線を描き足すのがちょっと難しいかなと思っています。なので、中の線を描き足すのではなくて、この外枠の線をちょっと内側に持ってこようかなと思っています。例えば分かりやすく言うと、こうですよね。この内側の模様のギリギリのところに合わせてちょっと線を引き直そうかなと思います。ちょっと今フリーサンドで描いたんですけれども、一旦すべて定規で綺麗に線を引き直したいと思います。はい、このように外枠線を内側の方に持ってくることができました。それではこの新しい線に沿って外枠を刺していきたいと思います。今回使用する糸はこちらの2色です。湯沢屋さんで購入したものになるんですけれども、まず118番の花コン色、花コン色というものです。とこちらは、18番の水色です。この2色で刺していきたいと思います。でこの正外波の、大きい波と小さい波の重なりかなというふうに思うんですけれども、大きい波の方をこの花紺色で、小さい波の方をこの水色で刺していきたいと思います。また、外枠はこちらの花紺色で刺していきたいと思います。それではまず最初に外枠を刺していきます。外枠は先ほど、新しく引いたちょっと内側にある線を刺していきます。で、この線を刺す時は、点線になってないので自分でリズムよく刺していかなくちゃいけないんですけれども、このもともとある線のリズムに合わせていこうかなと思っているんですが、そうですね、例えばここだったらこのもともとあった線と線の間ぐらい、線と線の間ぐらい、線と線の間ぐらい、同じようにこうですね、ちょうどこのもともとあった線と線の間の位置にリズムよく刺していきたいと思います。まず裏から少し離れた位置から針を入れていきます。刺し始めの3目が刺せましたので折り返しして3目重ねていきます。で、この方法は刺し始めの方法になるんですけれども、別の動画で詳しく説明していますので、方法がわからない方はぜひそちらの動画の方で確認してください。それではですね、このまま、
この進行方向に向かって外枠をぐるっと一周刺していきたいと思います。外枠がこのようにすべて刺すことができました。でこれから中の模様に入るんですけれども、私が持ってる本の中の説明書では、先に大きなこの波をすべて刺した後にこの小さい波を刺すというふうに書かれていました。ただ、その方法でもいいとは思うんですけれども、この小さい波を刺す時に、ここの小さい波を刺して次の小さい波に移る時にこの布と布の間に針を通していくんですね。でそうなった時に先にこの大きい波の方を刺しているとここに、チク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 と縫い目がたくさんあるわけですよね。この縫い目があるところに布と布の間を通すっていうのは結構難しいんですよね。っていうのも布と布の間に針を通す時のコツとしては、表面の布と裏面の布をちょっとこう離して空洞を作ってその中にこう針を布と布の間に滑り込ませるっていう方がやりやすいんですよね。この裏に針を出さないようにして通す方法ですね。でもここの大きいカーブを先に刺してしまっているとこの布と布の間に針を通すっていうのがかなり難しくなってくるんですよね。なのでちょっと私は自己流なんですけれども、自分がやりやすいので小さいウェーブの方を先に刺してこの布と布の間の通す方法も、先に終わらせてしまってからその後に大きなウェーブを刺そうかなと思っています。それで今からこの小さい方のウェーブを刺していくんですけれども、小さい方のウェーブは先ほど紹介した18番の水色で刺していきます。それでちょっとこの、糸とこの印刷線の色味がちょっと似ていて、見えづらい、分かりづらいのでちょっと今から刺すところの線を紫のペンでちょっと引いていきますね。ここですね。この小さいウェーブを今から刺していきたいと思います。紫のペンの上に水色の糸で刺せばちょっとは見やすいかなと思っていますので、こんな感じですね。ここから始めていきます。そしてここそうですね、ちょっと2目ぐらいしか入らないかなと思うんですけれども、いつもの刺し始めの方法で2目分重ねて、ちょっといこうかなと思います。ちょっとスタートの位置が分かるように針で刺してちょっとクククッと穴をポツッと開けておこうと思います。そしたら少し離れた位置から針を入れて、だいたいこの辺りですね。で2目折り返ししていこうと思います。2目分ですねと刺して次のカーブのところまで進むんですけど、この時に布と布の間に針を通していきます。ちょっとコツとしてはこの表面の布をこの針先でピッと持ち上げるような感じにすると少し空洞ができますので、その中にこう針をこうグラグラっと揺らしながら次のところに進むと裏に針が出ずに布と布の間に針を通すことができるかと思います。あまり強く引っ張るとここが
布がよれてしまいますので優しく引いてください。そしたら次のカーブですね。で、これが点線ではなくて実線になってくるので、ある程度何目刺すか自分で考えて数えながら刺していくといいかと思います。で、さっき私がちょっと下の方でいろんな針目で試してみたところ、この小さいカーブの中に5つ5個目が入るとちょうどいいかなという感じだったので、バランスを見ながらここに5つ入れていきたいと思います。で、カーブなのであんまり一気に刺せないかなと思いますので、綺麗なカーブが出るように少しずつ刺し進めていきたいと思います。ちょうど頂点のところに3目目ですね。だからこっちの前半のカーブで1、2、そして、頂点のところで3目で、残りのカーブで4、5という風にしていくとちょうど5目のバランスがいいかなと思います。ありますかね、今1、2、3、4で今5目5つ目ですね。で、また同じように布と布の間に針を通して次のところに移ります。こうですね、同じように、裏には糸が出ていません。また同じようにここのカーブも5つ刺していきます。このペースでちょっと端っこまで刺していきたいと思います。はい、今この端まで来ました。あとここの2目入れていきます。まず先に1目入れて、と次の2目目なんですけど、2目目の終わりを入れるときに、次はここの下の段のこの小さいウェーブに移りますね。なので、ここの布と布の間をピーッと通って次の2段目に移りたいと思います。ここの2目目の終わりを針入れるんですが、裏に針を出すのではなくて布と布の間に針を通して次のところに行きたいと思います。この時もあまり強く引っ張らないように気をつけてください。そしたらこの下の段もですね、1段目と同じように5つ5目ずつ入れながらこのカーブを刺していきたいと思います。また、2段目も刺せたらまた同じように布と布の間を通って次の3段目に移る。また最後までいったら同じように布と布の間を伝って次の4段目に移るというふうに、どんどんこの下までまずは先に小さいウェーブを刺していきたいと思います。このように水色の糸で小さい波をすべて刺すことができました。ちょっともともとの印刷線が水色なのでちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、最初にちょっと紫色の線で引いたところが分かりやすいですかね。この小さい波にすべて5つ目を入れています。5目ですね。ちょっと裏はこんな感じで点点点と糸が出ていて、この、波と波の間は布と布の間に糸を通しているので、裏面で見ると分かりますかね、少し透けてここが、糸が渡っているところです。そしたら次、最後になるんですけれども、この大きい波ですね、大きい波をこの花紺色の糸で
刺していきたいと思います。あと、最初にちょっとここですね、大きい波の上のところにこの小さい波の模様がこうつながってたんですけれども、外枠線をぐっと内側に寄せてきた分、このちっちゃい波は刺さなくてもいいかなというふうに思っていますので、私はこのここにちょろっと見えてる小さい波はもう刺さないことにしました。それで大きい波なんですけれども、これをだいたい何目ずつ入れたらいいかっていうのを考えて、ちょっと同じように下の方で試しに何回か刺したところ、このカーブ1つに対して9個、9つ目を入れるとちょうどいいかなと思ったので、私は9つ、刺していきたいと思います。で、この大きい波なんですけれども、こう、まあ、例えば端からこう来たら、次ここなんかここが隣と隣の波がつながっているような感じになるじゃないですか。ここは右からの波とその左に行く波ですね、右から来た波、左に行く波ってなるんですけれども、ここの間は一つだけ線を刺すというような感じにしたいと思います。ここに一つ、線を引いて、で、頂点に行くまでの間に 1,2,3 3つ目を入れて、で、頂点のところに一つ線が入る、で、またその間に 1,2,3 と刺してという風な流れになっていくんですが、じゃあちょっと一番上のところから順番に刺していきたいと思います。まずここですね、ここの重なる部分の上の方で3目入れたいと思います。今ここ3目ですね、刺し始めの3目重ねていきます。はい、今ここ 1,2,3 3目刺して、次ここの、隣同士が重なるところなんですけれども、ここはまず一旦刺さずに、裏に針を出してしまいます。そしてこの線と線が重なる一番下のところに針を出します。そしてここの重なってる部分のこのあたりに針を、そして、頂点に行くまでに3目入れたいと思います。今この重なりのところに1目入れて、その頂点に行くまでの間に 1,2,3 3つ目を入れました。そしてここ頂点ですね、カーブの一番頂点のところ、そしてまた3目刺します。頂点を過ぎて今 1,2,3 次3目目ですね、これを裏に出して、そしてここは隣同士が重なるところなので、ここの一番下から刺していきます。そしてだいたいこのあたりかな。ですね。流
れが分かって伝わっていますかね。でまたここから、頂点に向かって3つ針を入れます。1、2、3、3つ入れたら頂点1目刺します。でまたここの隣に3目。3つ入れたら今度ここですね、隣り合っているここの下のところから針を入れて、ここですね。そしてまたここ3目入れて、頂点1目3目入れて重なるところを刺すという感じで、このような流れで刺していきたいと思います。と裏のところはこんな感じですね。なので、この隣同士重なっているところ、まずこういう風に来たら、最後は刺すのではなくて裏に線が渡っているので、ちょっとここが長い感じになります。ちょっとひとまずこのまま刺し進めていきます。今この端まで来ましたので、ここも最初と同じようにですね、3目と入れて次の下の段に移ります。ちょっとここ難しいんですけれども、布と布の間に針を通していきます。そして2段目も同じように刺していきます。ここも隣同士のところは同じように、どちらか片方だけで刺していきますね。さっきこっちの向きで考えた時に、こうカーブを刺して、ここの重なるところは左の波の方が糸を刺し始めるという風にしていたので、こっちも、このカーブ、左の方のカーブの続きとしてここを刺すようにしていこうと思います。なので今こっちの先に刺し始めた方のカーブで刺しましたので、一旦裏に糸を出して、ここからここに針を入れて、ちょっと糸がこう長く渡りますけど、ここ同じですね。隣同士のところは裏面にちょっと糸が長く渡っています。このまま同じ針目でどんどん進めていきたいと思います。今1段目行って、2段目行って、3段目に来ていますね。流れは伝わりましたかね。このカーブを描いて、次の波に行くときにここを一目刺して、頂点に行くまでに3つ入れて、頂点で一目入れる。また、カーブが下がって 1,2,3,3 つ入れて、で1回裏に出して糸を渡してから、またここからですね、新しい、隣同士の隣り合ったここの、まあ、重なってる部分ですね、そこに1目入れて、でまた同じように3目入れて頂点1目っていう、この繰り返しになります。と裏はこんな感じですね。波と波が隣り合っているここの部分が、線がちょっと長く出るような感じです。このまま引き続き、下まで全て刺していきたいと思います。
はい、無事にこのように、完成することができました。今花紺色を、最後まで刺してきたところですね。ちなみに一番下のところはですね、ちっちゃく波が残っていたので、一応5目ずつですね刺しています。表がこんな感じで、裏はこんな感じですね。わかりますかね。この大きい波と波が隣り合うところ、ここがちょっと一目だけ重なるような感じになっていたんですけれども、そこの部分だけちょっとこう裏に糸が渡っているような感じです。で、今回使った糸の長さなんですけれども、湯沢屋さんの刺し子糸を使っていて、こちらの118番の花紺色ですね、こちらは、外枠とこの大きい波全体ですね、これでだいたい約4メートル50センチ使用しました。それで、もう一つ湯沢屋さんの18番、これが水色なんですけれども、水色で小さい波を刺していました。これが約、2メートル50センチ使用しました。私は、より波っぽさを出すために、小さい波と大きい波とで色を分けて刺したんですけれども、もし色を分けずに一色で刺すんだったら、2つ合わせた合計なので大体7メートルぐらい使うんじゃないかなというふうに思います。私は今回正外波を刺すのが初めてだったので、王道の色というか、より正外波、波らしい色で青と水色を選んで刺すことにしました。例えばちょっと違った雰囲気でやるんだったら、赤とかピンクとか黄色とか、もしくはミックス糸とかですね、少しポップな色味で刺しても面白いんじゃないかなというふうには思います。で、この正外波の、模様の意味についてなんですけれども、ちょっと調べてみたところ、この正外波という模様は古代ペルシャからシルクロードを経て飛鳥時代に日本に渡った模様だそうです。諸説あるらしいんですけれども、ネットで見たらこれがよく出てきたので、この説が有力かなとは思っているんですが、飛鳥時代だというとすごく古い模様だなっていうふうに思いました。で、正外波っていう名前の由来ですね、この正外波っていうのが雅楽の演目名らしいです。で、その正外波っていう雅楽をですね舞う舞人の衣装の柄がこの正外波の模様だったらしいんです。なので、この模様にその、雅楽の演目名の正外波っていうタイトルですね、そのタイトルをこの模様にもつけたというふうに言われています。で、正外波なので波の模様なんですけれども、この模様の意味ですね、無限に広がる穏やかなこの波ですね、穏やかな波に、未来永劫、未来永劫というのは未来こう永久に続くこととかいうことなんですけれども、未来永劫と人々の平安な暮らしへの願いが込められた模様になっているようです。最近ちょっと不安な日々が続いているかなともちょっと思うんですけれども、こういう刺し子に願いを込めて刺すことで、またね、平安な暮らしが戻ってきたらいいなっていう願いを込めながら刺し子をしていけるといいかなというふうにも思います。最後までご覧いただきどうもありがとうございます。私のチャンネルでは手芸に関すること、最近では主に刺し子に関する動画をアップしています。これからもいろんな刺し子図案に挑戦していきたいと思っていますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画が少しでも良かったよと思っていただけましたら、動画を閉じる前にグッドボタン、いいねボタンを押していただけますと、私の今後の動画作成の励みになりますので、ぜひグッドボタンで応援よろしくお願いします。また何か気になること、ご意見ご感想などありましたら、お気軽にコメントをください。いつも楽しく読ませていただいています。どうもありがとうございます。それでは最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。